はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活も気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここ1ヶ月間でね、体重を気にしてて、その野菜中心の生活をねしてきたことによってですね、まあ、おかげさまで体重は減りましたけども、まあ、牛乳の飲みすぎでね、血液検査でのコレステロールと中性脂肪が上昇してて、まあ、むしろねコレステロール中性脂肪を気にしてたのに、結果的に意味のないことをねしたことになりました。でもこれはね、先日のその通院の時にね、管理栄養士さんから言われたことなんですけども、牛乳を飲んでてカロリーを取れてなかったらですね、普通にやることもできてませんよとね言われたので、まあ、野菜スムージーだけしかね飲んでなかった僕はね、今になってねちょっとね反省しております。で、内科のね診察の時でもね、先生からも言われたんですよ。もうちょっと食べたらって、お肉も食べ過ぎないように、今よりももうちょっとだけ増やしてバランスよくねとね、まあ、今回のね先生はね、いつもよりも口調が優しくてですね、血液検査の数値を見てね、チクチク言ってくれる感じじゃなかったんですよ。きっとその内科の前にあった LTFU 外来というその看護師さんとの面談の際にね、血液検査の結果を見てですよ、僕が切れすぎたから、それをね報告されたんだと思います。詳しくはね、前回のね動画をちょっと見てください。概要欄に、説明欄にね載せておきますのでね、前回の動画の、ね、URL をね。とまあね、食生活の改善をね、先生と管理栄養士さんからね指導を受けたので、まあ、早速なんですけども、いつもの野菜スムージーね、炭水化物であるご飯とタンパク質であるお肉の量をね増やしてみました。そしたらもうね、野菜スムージーじゃなくなりましたね。完全に流動食ですわ。トロトロのペースト状のやつです。まあ、ブレンダーやねミキサーを使ってますけども、まあ、どうせならもっとねサラサラの液体に、ね、なってほしいんですけども、まあ、僕みたいなね素人には限界がありますので、そこまではねなかなかできません。もうね、スムージーもね、出来たては熱々なのでね、冷まさないとね飲まれへんし、でも作る時っていうのはですね、お腹空いてるからね作るわけですよ。だから早く食べたいんですけど、暑いから食べられへん、どないなってんねんこれってね感じでいつも作ってるんですけども、まあ、この度ねご飯とお肉の量を増やしたので、なぜかさらに熱が冷めるのに数分多めに時間がかかってしまってるんですわ。いつもはね牛乳混ぜてね冷ましてたっていうのもあるんですけども、もう牛乳をね飲むのをやめてるので、諦めてるのでね、病院から帰ってきてから一滴も牛乳飲んでません。なのでね、牛乳の代わりにね、沸かしたお湯を、その粗熱を取ったのを冷蔵庫に入れて、あらかじめ作っておいた冷水をね入れて冷ますことにしました。牛乳を入れた味と比べるとね、まろやかさもな、香りもないし、水で薄くなった野菜とご飯とお肉の味なので、今はまだね、美味しくないです。これもいずれはね、慣れてくると思うんですけどもね、まあ、味に関してはね、大葉を刻んでみたりとか、白ごまを入れてみたりとかっていうのをしてるんですけども、白ごまもね、吸ったやつが売ってるんでね、それを入れてみてるんですけども、味付けもしてないし、お出汁も入れてないのでね、そんな流動食なので、大葉も白ごまもね、たくさん入れないとね、香りも味もなかなかつかないんですよね。まあ、むしろそのままね、大葉やね、白ごまをかじった方が美味しいんちゃうかなってね、思いますけども、まあ、その味付けに関してもね、聞いてきたんですよ。まあ、僕がよく言ってるね、その、料理のさしすせそは使ってませんっていうのがあるんですけども、まあ、これらの調味料っていうのはね、本来人間にとっているものなんですかって聞いてみたんですよ。そしたらですね、そんなことないです。ただただ味をつけるだけの手段なので、なくても体に影響はありません。と言っていたので、まあ、その他のね、調味料というのも、そのマヨネーズとかもね、ケチャップとかもあるじゃないですか、ソースとかもね。まあ、そういうのは人それぞれの好みでつけるのか、つけないのかなので、まあ、必ずしも料理に使わなければならないというわけじゃないということが分かりました。でもね、まあ、その好みでね、使ったら得てだけであってね、でも控えめにしないと、やはりコレステロールも上がるし、中性脂肪も上がってしまうので、心筋梗塞やね、高脂血症などのね、動脈硬化の原因になりますので、まあ、健康的な人でもね、調味料は控えめにしていきましょうね。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。